みんな待たせたな。どうもミユです。あ、違う、あれやんなきゃ、はい、知ってる方皆さんご一緒にボンボンミッキーこれあるとなんか YouTuber っぽいね。この挨拶あるとなんとですね、僕の今日ソロ企画なんですよ。まあ、ちょっと歩きながら話そうか。ディズニーに一人でやってまいりました。どうもよろしくお願いします。不愉快な人とかね、お前の顔見たくないよって人はね、あのどうぞ閉じていただいてラジオ感覚で聞いてくださいっていう感じではあるんですけども、風強すぎ、うん、風が強すぎ今日でね。このいつまで経っても今日何やりたいか言わないこのスタイルね。まあ、とりあえず、まあ、タイトルはこんな感じ。はい、ドドン、一人で何もできない風、もう一回、一人で何もできない男が一人ディズニーしてみた。パフ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 っていう感じですね。この一人で今今日 GoPro 持ちながら撮ってるんだけど、めちゃくちゃ恥ずかしい、めちゃめちゃ見られてる。今まであのファンの皆さんに僕気づかれたことないんですよ。家族といる時に僕がいて、あ、ミユ君ですよねみたいな感じなんで、今日ね一人で行ってね話しかけられたらやばいよね。ちょっと嬉しいかもしれない。とりあえずちょっとパークインしていきましょう。裏企画ね、ミユを尾行したいと思います。ね、今日はね弟の彼女も一緒に来てるんだけど、本当にバレないか不安なんです。でも今どこにいるかね分かんないの。とりあえずね2人の時間をちょっと楽しんつつ、ちょっとこの感じ探してってもらって、ちょっと弟の彼女に連絡をねしてもらってっていう感じにしたいと思います。私たちが今探して見つけたら尾行します。行ってきます。楽しみ、ね、一人でパークインしました。やばいね俺さ、前の動画でさ話したかもしれないんだけどさ、まあ、一人〇〇が本当にできない人なんですよ。で、だまあ、じゃあどこまでできんのって話になったら、まあ、一人トイレとか、まあ、その辺だったらできるよねみたいな話はあったんだけど、まあ、もうそれしかできないと。あとね、今日ね、もうとりあえずあの風が強すぎて、まあ、基本的にもう髪の毛死んでると思うんですけど、ご了承くださいって感じですね。まあ一人でディズニー来たことないから、どうしよう、何しようかな、何すればいいんだろう、これ楽しいのかな。でも今日アトラクション3つは乗りたいな、一人で。いや乗れるかな、乗れるか分かんないけど、まあ、頑張るよ。あと今日ねこうやってちょっと喋りながらあのやっていこうかなと思ってるんで、あのなんかねお付き合いくださいって感じですね。今日めっちゃ混んでるね。何する、待ってマジで何しよう、本当にやることがない。ちょっと一回アトラクションのファストパスを見てみよう。やばいみんな、まあ、そもそもインが遅い俺が悪いんだけどさ、取得できるの何にもないって分かんない、スタンバイパスがないと今アトラクションって乗れないのかな、分からない。あ、並んだら乗れるやつもあるってこと。でも、あ、乗れるな、何分待ちって書いてある。美女と野獣乗れないのかな。ディズニープレミアアクセス対象って何これ。あ、お金払えばファストパスが取れるって、お金で解決。いつから増えたのこんなの、知らなかった。話していくうちにとりあえずここに来た。だって GoPro 一人で持ってるだけでもかなりきついのに、アトラクション乗れるわけなくない、俺が一人で来れるはずもないのに。二十何年間さディズニーさ何百回も行ったことあるけどさ、一人で回るっていう行為をしたことがないわけよ。やばい、どうしよっかな。とりあえずお腹空いたな、ご飯食うか。え、何すると思う。ミユはお腹空いてるし、うん、中華が好きだから、うん、チャイナボーイじゃん。チャイナボーイだよね、うん、とりあえず私たちも何か食べたいなと思ってるので、うん、チャイナボイジャーに行ってることを願うんですけどチャイナボイジャーの横通りかかったらあれじゃん。そう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 、バレるから。そうで、この髪色だから今あなたシンプルにバレると思うんだよ。ミユ目悪いから。確かにそう、ミユ、うん、は目そんな近づかなければ大丈夫。そう、結構な 目の悪さなんだよね、うん。てか今日はほら学生の子が多いじゃん、だからもうこのワッフルにすごい並んでるね、ワッフル屋さんに。2月1日だから。なんで今あの私立で受験でさ、うん、学校休みじゃんみんな。あ、そっか、そう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 、だから みんな多いし黒髪の子が多い。はい、第一候補のチャイナボイちゃん来たんだけどいないんだよねあれ予想が外れた。外れてた、すっごい並んでるから、うん、多分あの人並びたくないから、うんうん、今のところあのグレーの上下を着た GoPro 持った男は見てないそう、見失っちゃった入り口で。これ見つけたら多分奇跡だと思う。だからちょっと連絡しようね後で。多分何してんので普通に連絡返ってくるそう、多分寂しいと思う、すごい寂しいから。ちょっととりあえずご飯食べに。はーい、よし、とりあえず
あのアリスのとこでご飯食べる、お腹すいた、だからそれまで喋ろうかな。あの昔の話でもする、ちっちゃい頃のレイジングスピリッツってあるやん、あの360度もあるあれ系の話になるんだけどさ、あれさ身長制限あるじゃん、皆さん多分これ知ってると思うんですけど、レイジングスピリッツで身長が足りなかった時とか、まあ、他のアトラクションでもあったと思うんだけど、あなんか大きくなったら持ってきてね、その時は並ばずに乗れるよファストパスみたいな、なんかそんな件があったのよ。まあ俺がそれをよく漏らしたっていう話なんだけど、身長制限がなんかちょっと高かったのよ。もうキャストさんたちもこう測るじゃん、したらねもうまあ完全に足りなかったからまあスレスレだったんだよ。さすが日本人の方々だよね、もうこんなもうあとちょっと足んないですねみたいな全然嫌味もなかったんだけどさ、ね、安全第一だからさもう全然乗れないわけよ。だけど俺もなんか朝起きたら今日でかいかもみたいな時があったから、なんかそれで頑張ってあの毎回チャレンジしてたんだよね。でやっぱ足んないですねって言われて、その券をもらったわけよね。だから結局それがね10枚20枚ぐらいこう溜まったんだよ、そのチケットが。大きくなって乗れるようになったら、これ持ってったら乗れるやんみたいな感じで、まあ、めちゃめちゃそれ使ったりして乗ってたんだよっていうね、あのちっちゃい頃にねそういう若いお話があるっていうことですね。ディズニーでちょナンパじゃないけどさ、誰かに話しかけて仲良くなって一緒にアトラクション乗るみたいな企画もやってみたいな。コミュニケーション能力が大事になってくるけど、今度やってみようかな。じゃあ危怖いか、いきなり話しかけられて、えちょっと待って、ご飯屋さん入れなくない？超激混みなんだけど。じゃあカレーにするか。平日に来てるのにこんなに混んでたら、土日今ディズニーどうなってんの？待って、カレーめっちゃ空いてね、ゴロゴロじゃね。カレー食べます。緊急事態発生、今カレー屋さんいるんですけど、あのいました、やつがいました。どうしよう、これバレる。そう、カレー頼んだ時いなかったのに。そう、怖くて水も汲みに行けない。確かに怖いわ。どうしようどうしよう、写真見して写真見して、やばこれワンチャンそこら辺の席来るよ。やっぱりさ同じところ来る。やっぱ美味しそうです、カレーが美味しそう。はい、ということでカレー頼みました。一人でご飯か。勝手な憶測なんだけどさ、今日オネピがさ、まあ、オネピも来てるんだよディズニー。俺の彼女とさディズニーなんか C 行ってくるみたいなって言ってたけどさ、僕絶対後ついてきてる気がするんだよね。違ったらごめんって感じだね。絶対後ついてきてる気がするんだよね。ちょ、移動、やばい、本当にやばい、移動です。いただきます。うまい。でもみんなで食べた方がもっとうまい。中辛って辛、中辛か甘口かって言われたらさ、中辛って言っちゃうけど実際辛いわ。何の話？よく一人で食べてます。怖いね、本当に背中が寂しそう。本当に背中が寂しそうです。なんか多分喋ってますね。偉いね。はい、完食です。お疲れ様でした。近づいてきた時に目が取りたかった。そうだよね。でも私見つかったと思った、もう終わったって思った。大丈夫です。2人のツーショット送ってみる。うんうんうん、ミユに送ってみたいと思います。こちらも激コミみたいな、 C も激コミみたいな。オネピと彼女から2人のツーショットの写真が送られてきた。仲良しだな。もうちょっと何かしてほしいよね。面白いね、私たちだけかもね、これ面白いの。ミユが一人で何するのか気になる。確かに、ミユが何するんだろう、本当に。それだよね。ミユが移動しました。これはマジで多分バレます。消えました。ミユからのライン、こちらです。全然取れ高ないわ、えぐいわということです。こちらは取れ高あります。これ多分全部モザイクになっちゃうかもしれないけど、ビッグサンダーやばい。何分待ちなんだろう。これで1時間本当にトゥーンタウンぐらいまで行っとってる。ちょっとミユを見失いました。マジでどこ行くんだろう次。射的かな、射的だと思う、ね、ミユ得意だし、うん、でもすぐ近くでしたっけ射的。射的とかしてみたら誘導します。とりあえず射的やろう。
か射的来ました。いるかわかんないんだけど見に行ってみる。はい、でも怖くて動けないんだけど。ダメ、あ、ちょっと待って、やばい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 、やばい、本当にやばい、本当にやばいって。嬉しいのに一人でやってるせいでやったって言えなかった。だから今言うわ、やった。気づかれてないと思います。うん、いやもう通り過ぎてた。向こう行きましたよ、向こう奥、あっちの奥に行って。何これ、めっちゃ怖いんだけど。マジで足、マジで足がガクガクしてんだけど。ない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 、どこ行ったの。いないです。シカ消えた。だってでもさっきのミユだったよ。ミユだった、ミユだった。気づいてなかったんですよ、ミクさんのこと撮ってて、うんうん、で、なんでびっくりしてんだろうと思ったら、いや、ミユだったもん。